こんにちは、吉田さん、まああの。ビジネスの仕組みっていうのは実はシンプルで安いものを買っていただくともうちょっと高いものをね買っていただく可能性はやっぱ上がりますよね。まあ、アップセルっていう専門的な用語がありますけどもそうじゃなくてもうんまあ例えばねあのどっか飲食店行ってなんかこうランチを食べますよね。でランチが美味しかったらディナーも行こうかなみたいな感じで考えちゃうのがまああの。 そうういったお店の販売戦略だと思うんですよ、うん、今でも結構多いんじゃないですかねお弁当がおいしいからあの今度あのお店で食べてみたいねみたいになったりとかそれからフロントのね500円ぐらいのその丼がおいしいからじゃあ今度1000円のも期待できるよねってなったりすると思うんですよね。それとは逆にね高いものが売れた人にはもはやその金額以下のものはいくらでも売れるっていうね <laughs> ところも。 あるかなと思うんですよまあこういうことを考えるとねまたあのお客様の懐具合を軽く見てるように聞こえる方もいるんであんまり表現をしたくないなとは思っていたんですけどもでも真実として別に私が言わなくても世の中ではそういう仕組みがいっぱいあってねなんていうんですかねあのまあよく言うのが車の修理代ですよね、まあ、例えば50万円で買った中古車の修理代が100万と言われたら「うえー買い替えようか」ってなるけど300万で買った その新車のね修理代が50万って言ったら痛いけど払うかってなるわけですよねだから初期費をどこまでかけたかっていうの一番最初の商品をどこまで買ったかっていうのとあとでどのくらいまで入られるかっていうのは結構な関係にあってなんかそれを利用した整列方法もありますよねなんかこの、まあ、車でも言ってもオプションを結構ねお客さんつけるみたいなね新車レクサス1500万オプションを進めれば進めるほど ね、10万とか20万が軽く感じてねあこれも付けようかあれも付けようかとじゃ総額1,800万になるみたいなねでも1,500万から1,800万かまああんまり変わんねえやみたいな感じになりますよねこの300万の差っていうのがなんか元金1,500万から比べるとちっちゃく感じるのはちょっとしたトリックだと思うんですよまあその他ねまあなんかこう他のことに関しましても一旦ドーンと。 お金のやり取りがその人と進むとおなんかその抵抗がなくなるっていうかね強い信頼関係が結べられるっていうか、うん、私はいつもそう感じるんですよねあの。まあ言ってみれば人間関係ってどのぐらいお金をやり取りしたかってところで結構測れるところがあって、まあ、やっぱもうこう無料とか低価格ばかりを求める人ってやっぱ無料とか低価格の人ばかりを求めるんですよね。うん、でもやっぱこう、ね、その商品を 提供してくれた方への感謝と敬意があれば、まあ、しまいにはもう価格に関わらず購入するんじゃない頃かと思いますし、私よくね、思うんですけどもその、お店がオープンした時にね、お花を送れる人とお花を送らない人がいるわけなんですよ。まあ、それが全てではないんですけども、例えばね、応援してるよ、頑張ってよって言っても、オープンの日に、うん、例えばパンのね、3個ぐらい買いに来る人、ありがたいんだけども、ありがたいんだけども、うん、でも実際にね、あの20個、30個、 パンを買ったりとか花束派手なやつをドーンと送る人と比べるとうんやっぱ差はできるなと思うんですよだから人を応援するんだったら人を信頼するんだったらどのぐらいのうんお金が割けるのかなっていうのが結構大きなポイントになるんじゃないかなと、うん、っていうのが、まあ、気持ちはみんなあるわけですからねから気持ちが大事って言いますけども気持ちは A さんも B さんも C さんもマックスあるわけですよそうなると誰が一番 誰を大事にしてるのっていうのはこの気持ちはどこまでも避けるけどもじゃあ懐はどこまで避けるってことになっちゃいますよね別に競争してるわけじゃないんですけども、うんまあ、この人のためには多少ね3色を2色に減らして使えるだけ使ってみようかなっていうふうに思えるかそれともまあそこまでしなくてもいいかこの人の関係はって感じるかでしょうねきっと。まあいろんなあの言い方はありますけども まあシンプルにそういってお金で計られるところはやっぱあるんでしょうねきっとね、うんまあ、なんかねこうホストで指名のホストが好きな人にはねマンション買ったとかねなんかこう高級会社買ったみたいなのありますけども相当だから入れ込むんですよねあれはねでしかも見返りを求めないっていうところがさらにすごいなと思います、ね、<laughs> 通常は見返りを求めるのになんかねこう安いものをあげるみたいな 安いものをあげて、それ以上のものが返ってくることをなんか望むみたいな感じでね、できちゃったりするわけなんですけども。なんか、そういうのもまた一つね、あの、なんか信頼の形なのかもしれませんけどね。なんか全然違うところに話いきましたけど、まあ商売のことで言えば、うん、やっぱこう、安いものをたくさんの方が買ってくださる。もしくは無料のコンテンツをたくさんの方が見てくださる。 結構それで測れるところがあって今回私も FX の教材ねちょっと売ってみたんですけども正月セールってことであの視聴者数が普段よりいいわけなんですよなぜかセールスなのに <laughs> 普段のね FX の相場解説なんて50以下なんですけどもセールスの動画はね50以上になるんですよねでやっぱ売れますよねそれはね <laughs>、うん、だから なんうの買う興味のある人がクリックボタンを押すわけですからなのでデカデカとねいつもみたいに「セールス」って書いてるわけですから「売ります」みたいなね「<laughs> お正月セール特別価格」って書いてるわけですからあこれセールスなんだなと思って売り込みが嫌な人ってそれクリックしないじゃないですかでも普段の FX の動画を見ない人までクリックするというね <laughs>、うん、だからまあこの時期に商品を売ってあげるっていうんですか、うん、なんか受け取る気持ちになってる人が多いわけですから普段起きないことが起きると思うんですよね だからこういう時にこそやっぱ商品を売ってあげてきっかけを作ってあげるっていうのはあ,ある意味ね善行なななんじゃないかなと思いますね。ビジネスをしてるくせにお金に困ってるくせにこの期間に年末年始を売らないっていうのは本当にね、えー、1年間何するんですかかこれからとか思っちゃうんですよねここで差をつけないとねうんで出せば本当なんかねあれですよねやったらみんな売れますよねこの時期は売れなかったことがないですよね 1> 1日,2日ってみんなが買いたいと思ってこう過ごしてるわけですから何にお金使おうかなって多分ね1月1日2日にお金使わない人っていないと思うんですよ私もなんか普段買わないんですけども自販機でジュース買いましたよねなんか小さいことですけどちょっと気持ちが大きくなったんですかね私ごときでもねまあでももう3日になっちゃいますねもうね3日になるともうお正月気分も抜けて財布の紐も 通常運転で硬くなるし、ねその、来週から始まるランチ、お昼500円のことが気になって、もう使わないぞみたいになるでしょうね。大体1日、2日に使わない人は3日はもっと使わないですからね。はい、まあ、まあ、あれですか、もう夕方ですね。お疲れ様です。まあ、吉代さんもしっかり儲けたんでしょう。おめでとうございます。お年玉を自ら作る。素晴らしいじゃないですか、言ってらっしゃい。